明日。うわー、もうダメだってこんな。大学2年生の冬から1年休学していたんです。それって、はい、母が亡くなってすぐに。あ、記憶がやっぱ変になってんのかな。休学届を出していたみたいなんですけど、身に覚えがなくて。覚えがないってどういうこと。母が亡くなってから1年間の自分の行動が思い出せないんです。何を考えてどこで過ごしていたのか、私には当時の記憶が一切ないんです。記憶喪失ってこと。はい、原因は母を亡くしたことへのショックからだと思います。記憶にない空白の1年、その時間が意味するものは、母は私の全てでした。その母がいなくなってしまって、私の心は壊れてしまったんだと思います。食事も全然喉を通らなくなってしまって、私の意識はそこで完全に途絶えていました。もうこのままじゃダメだって時に、誰かが私に声をかけてくれた気がするんです。大丈夫だよって。彼女はダメになった私の代わりに一生懸命生きようとしてくれた。あ、二重人格だったってこと。トワさんが塞ぎ込んでた間に、刹那、だから刹那、本当にその瞬間だけの人格だから刹那ってこと。塞ぎ込んだ私の体に宿ったもう一つの人格、それが刹那さんだと思います。そうか、だからトワは僕の住むアパートを知っていたんだ。刹那として過ごしていた頃の記憶がほんのわずかに残っていたんだろう。黙っていてごめんなさい。でも怖かったんです。私が知らない人が私のことを知っていることが、その人がいい人なのか、どんな関わりを持っていたのか、私にはわからないから。事故や強いショックで記憶を失ってしまう。その結果は全く別人のようになってしまった。ドラマや漫画で聞いたことはあるけれど、まさか彼女がそうだったなんて。だからそのトアは僕の胸に顔を埋めたまま口ごもる。彼女が何を言おうとしたのか僕には分かった。刹那はトアが精神的にショックを受けたことで生まれた別人格だった。1年というトアの心が安定するまでの間だけ本当に刹那だったんだね。体を使うことが許された、いわば偽物の感情に過ぎない。トアが元気でいるということは、刹那にはもう二度と会えないということで、もしかしたら彼女は、刹那は最初から全部分かっていたのかもしれない。だから痕跡を残さないようにしたんだ。自分がいつか消える存在だと分かっていたから、変に痕跡を残さないようにしたのか。それがこの桜井さんにとって残酷な選択だとしても、その選択を取ったのかな。だから写真を撮りたがらなかったのではないだろうか。刹那という存在がこの世界に残らないように、トワに戻るとき足かせにならないように。桜井さん、トワが不安そうな表情でこちらを見つめていることに気づき、僕はハッとする。ああ、ごめん。トワは小さく深呼吸をすると再び口を開いた。私一人でいると不安でどうしようもなくなるときがあるんです。でも桜井さんといると心が落ち着いてとても安心するんです。桜井さんがそばにいてくれたら、私自分のやりたいことが見つけられる気がするんです。だから、いや、そうじゃなくて、私は桜井さんのことが。待って。無意識にトアの言葉を遮ったことに僕は自分で驚いた。やっぱり好きなのは刹那さんなのかな。難しいよなこれは。え、どうする。一筋縄じゃいかんよね。何が正解？ちょっと実況者の僕には分かんなくなってきて、そのトワさんを受け入れてさ、一緒に過ごすのもありだと思うし、そのなんつうの？その僕が好きなのは刹那だからっつって別れるのも正解な気がすんだよな。だしさ、別にさ、トワさんを好きになったわけではないじゃん。顔が同じだとしてもさ、好きになったのは刹那さんでさ、もうその頃の刹那さんはいないわけじゃん。だから主人公がさ、そのいや君とは好きな関係というか恋人同士になれないって言ってもさ、多分桜井さん責めらんないと思うんだよね。だからどうすんのが正解なんだろうって思うとさ、迷っちゃうよね。
これ選択肢出てきたら俺どっち選べばいいみたいになっちゃうよ正直。君が僕と一緒にいると安心するのは、もしかしたらその刹那として僕と過ごした日々が記憶の底に残っているからではないだろうか。私だってそんなにバカじゃないです。そのくらい自分でも分かっています。トアはまっすぐに僕を見つめる。その瞳がゆらゆらと揺れる。私がこの町に来たことは偶然じゃない。ああ、ここで面接を受けようというか、ここで就活をしようとしたことが偶然じゃないってことか。刹那さんのあなたに会いたいって気持ちが私たちを巡り合わせたんだと思います。じゃなきゃあの喫茶店にわざわざ入んないってことか。じゃあ偽の記憶じゃなかったんだ主人公にとっては。私、出会いって人それぞれだと思うんです。学校が同じだとか、飲み会でだとか、きっかけもですよ。たまたま二人っきりになった時優しさに気づいたからとか、不安な時支えてくれたからとか、私と桜井さんとの出会いが、好きになったきっかけが刹那さんがいたからというのは、そんなにいけないことでしょうか。全部わかっています。分かった上で、それでも私は今ここにいて、それは刹那さんでも他の誰でもない。私が自分の意思で決めたことだから。だから私はあなたのことが好きです。私と付き合ってください。どうする主人公、どうするよ。僕の服をつかむ彼女の力が一層強くなる。緊張からか、その華奢な体は小さく震えていた。僕は、待って出すなって僕に。そのさ、重要な選択肢をさ、僕に突きつけないで。マジで、ちょっとさ、いや、ノベルゲームってさ、僕側に選択肢さ、委ねるのとさ、制作者がさ、綴ったストーリーを追体験してさ、読んでいくっていうストーリーもあるじゃん。めちゃんこ重要よこれ。どうするこれ、ほんとマジで。どうしよっかな。いや、トアさんの言うこともありだと思うんだよね。でもそれってさ、刹那さんへの裏切りにもなんのかな。どう思うみんな、どう思うみんな。視聴者に投げるな。リアルタイムで視聴者喋ってるわけじゃないからな。視聴者に投げるのおかしいんだけど。これどうするマジで。待って、変に時間伸びてるけどさ。これタイトル通りよ。だって君の偽物に恋をするだぜ。これさ、抱きしめちゃったら偽物ってことになるべ。偽物になっちゃうよ刹那さんが。でも偽物じゃないと思うんだよな。だから抱きしめないも正解だと思うんだけど。いや、両方受け入れた意味になるかな、抱きしめるって。結構刹那さんにとってはどうなんだろう。悩ましいけど、ちょっと抱きしめるかな僕的には。ちょっとセーブしたよね。ちょっと考える期間が長すぎて。抱きしめるか、受け入れるか。僕は震える彼女の体を力いっぱい抱き返した。その衝動的な行動に自分自身で驚く。頭の中では自問自答が繰り返されている。僕はどうして今彼女を抱きしめたんだろう。それは、うわ、二段階じゃん。マジかよ。マジで言ってる？えげつな。待ってくれ。いや、どっちか選べよってことだな。さっきまでのが甘いよねってことでしょ、やっぱり。両方を好きだっていうことにさ、なるじゃん。ただ抱きしめただけだとさ、選べと。お前、抱きしめるだけだったら別にトワさんのことか刹那さんのこと好きって言ってないよね。ちゃんと決めてよって今、ゲーム制作者さんが言ってきとる。はぁ、マジか。どっちが好き？で、トワさんのこと別にさ、今回のさ、やりとりで嫌い、好きになってないとは言えないじゃん。けどさ、根底にはやっぱ刹那さんのことがあるからさ、このやり取りをしてるっていうさ、やっぱスタートダッシュがあるじゃん。どうする？悩むよね、こんなん。
やっぱ刹那さんのことが好きだからじゃないの？やっぱ追ってんじゃない？君の偽物に恋してんじゃない？どう考える？でもさ、それはさ、ずっと言わない方がいいと思う。それはトワさんに失礼だと思うから。そうそう、それでね。あ、ふみくんじゃなくてあきくんって呼ぶんだ。前にあきくんと二人で行ったカフェに一人で顔を出してみようとしたんだけどさ、その日運悪く大雪で、私の腰ぐらいまで雪が積もっててさ、めっちゃ積もっとる。カフェまでの道が塞がっちゃってたの。この辺りじゃよくあることなのかな。とわの告白から数ヶ月が経過したある日、僕は彼女の自宅に、失礼しました、ちょっと喉が上ってなっちゃった。僕は彼女を自宅に招いていた。僕らが付き合うようになってから、彼女が部屋に入るのはこれが初めてだった。諦めて帰ろうかなと思ったらね、クマさんみたいな大きいおじさんが後ろから現れて、雪を気にせずぐんぐん前に進んでいくの。これはチャンスだと思って、クマさんの後ろをくっついてたら無事カフェに入れたんだよ。すげえなすげえな、おい、おかしいよね、母。トアは緊張しているのか少しだけ早口で、時折チラチラとこちらの顔色を伺ってるようだった。アキ君、私の話面白くないかな。うん、そんなことないよ。僕はこの数ヶ月ずっと考えてきたことをトアに伝えようと思っていた。そのせいで少し上の空になってしまったらしい。スマホで時刻を確認すると21時が過ぎようとしていた。あのさ、あ、はい？トアが緊張したような声で返事をする。その瞳は何かを期待するかのようにゆらゆらと揺れ動いていた。そろそろ帰る？え？あ、ごめん、そうだよね。帰らなきゃだね。送ってくよ。うん、ありがとう。まあね、女性からしたらいろいろと期待する部分もあるんだろうね。トアは少しだけ肩を落とすと立ち上がる。そのまま僕に背を向けると、コートに袖を通しながら声をかける。アキ君はさ、今でもその…僕は彼女の背後にそっと近づく。そして…は？おい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 、待て待て待て、おいおいおい、待て待て待て、聞いてない聞いてないおいおいおい、やっちゃっちゃねえ。待て待て、それ聞いてないって、それ聞いてないって。彼女の後頭部を鈍器で思いっきり殴った。うっ、重いうめき声と人が倒れる音が耳に響く。うぅ、トアはうつ伏せのまま苦しそうな声を漏らす。トア、トア、僕はトアの名前を呼ぶ。痛い、なんで。彼女は頭を押さえたままか細い声を出す。僕は彼女の腕を引き立ち上がらせると、そのまま彼女の体を壁に押し付けた。え、なんでそんなことすんの、どうした、何、え、どういうこと。あれれ、おかしいな、壊れちゃった、主人公壊れちゃった。トアから聞いた話では、やったわ、やった、その選択肢やったみんなごめん、やった俺。いや、そうなる？マジかよ。母を失った強いショックによって刹那という人格が生まれたという。力加減を間違えたかな。トアは怯えた様子で僕を見ていた。体はガクガクと震え、とても恋人に受けるような態度ではなかった。どうして、私のこと好きだって、どうしてってやだな、僕が君のこと本気で好きになったと思ったのか。え、トアと付き合うようになってから、いろいろな場所に遊びに行った。そのすべてが僕と刹那の思い出の場所だった。僕さ、これでも結構我慢したんだよ。でもどこへ行っても記憶はちっとも戻らない。それならもうこうするしかないじゃないか。本当は僕だって嫌だよ、刹那の彼女の体を傷つけたくないからね。私と付き合ったのはそのため。トアが瞳に涙を浮かべながら叫んだ。
私のこと好きじゃなかったってこと？うるさいなあ。そんなの当たり前じゃないか。だって君は刹那の偽物なんだから、僕が偽物の方を好きになるはずがないだろう。違う、私が本物。ああ、もういいからさ。今度はもう少し力を強くするからさ。頼むね。今度こそ元に戻ってよね。僕は再び彼女に向け鈍器を振りかざす。ひっ、やめて、助けて。彼女は恐怖で顔を歪めたまま僕に向かって精一杯叫び声を上げた。やめてくれ。刹那はそんな顔しない。偽物はさっさと消えてくれ。僕は腕を振り下ろす。刹那、これでやっと。やったわ。やりました。みんなごめん。俺やった。悪い、俺死んだ。バッドエンドさん、君に会いたい。怖えって。怖えって。やめてくれって。この後バンとか来んなよ。バンとか来ないでよ。来ないでよ。頼むでって。頼むでって。脅かし要素ないで。オープニングに戻って。頼む。頼む。やっちったよね。やっちったよね。うん。ちょっともう一個のパターン見るか。これはやばいって。これはやばいっぴ。これはね、こっち見ようね。うん。刹那が好きだから、とわか。とわのことが好きだから一緒に過ごそう。これもでもハッピーエンドじゃねえんじゃねえかな。ちょっと僕の予想言っていい？僕の予想はね、離れることだと思うんでね。トゥルーエンド、離れることが正解パターンだと思うんでね。でもこのエンディング見るね。バットかもしんないけど見るね。とわの告白から数ヶ月が経過していた。遊びに行くか。ちょっと、何言ってか分かんなくなってきた。やったね。やったね、桜井くんね。季節が変わり、僕の住む町にも桜が咲き始めている。僕は町で有数の桜の名所を訪れていた。見てください、桜がすごく綺麗ですよ。あ、屋台も出てるみたいですね。あきくんは何か食べたいものありますか？隣からは彼女の弾むような声が聞こえてくる。あの日、僕は彼女の告白を受け入れた。あきくん、話聞いてる？ああ、ごめん。少しだけ不機嫌な彼女の声色に焦った僕は、慌てて声の下方へ顔を向ける。するとそこには。おー、かわいいっすね。これうまくさ、隠すやつないの？あ、ないか。ハイドメッセージあるじゃん。お、いいね。今までやってこなかった。うん、サムネ、なんか、頑張って、ムービン。今までやんなくてごめん。うん。頑張って。サムネ頑張って。他人行儀。自分のことなのに。桜色に染まる景色の中で微笑む。とわの姿があった。どうしたの？ぼーっとして。もしかしたら退屈かな？いや、綺麗だなって。考えるよりも先に自然と総口にしていた。桜が？彼女が期待のこもったような眼差しで僕を見つめる。どっちも。はは、何それ。彼女は少しだけ照れくさそうに笑う。目の前にいる彼女、とわのことを好きになってきている自分がいる。それは少しだけ寂しい変化はあるけれど、きっと前向きな変化でもあるから。だから僕はこの今のこの気持ちを、この景色を忘れないでいたいと思った。ノーマルエンドですか。そうっすか。そうっすか。なるほどね。なるほどね。うん。トゥルーがあるんですか。トゥルーがあるんですか。なるほどね。うん。ちなみにエンディングちょっとね。いや、これで終わってもいいんですよ、僕は。一応ね、ノーマルエンド1、バッドエンド3種、トゥルー1なんですよ。一応ね、多分僕の思うトゥルーだと思う場所行っていい？ここだと思うよね。ここで抱きしめないんじゃね？拒絶するのが、それがさ、だってさ、一応、刹那さんのためじゃん、多分。僕は彼女を抱きしめなくなる衝動を何とか抑えると口を開いた。
全部話してくれてありがとう。ごめん。トアはうつむいたまま僕の次の言葉を待っていた。僕は刹那のことが好きなんだ。そんなに、そんなに違いますか、私と刹那さんは。うん。君と話していくうちに、記憶の中の彼女の存在が、刹那との思い出が過去になってしまいそうで、僕は最初そのことがすごく怖かったんだ。でも、そんなことは全然なかった。君は家族をとても大事にしていて、ストーカーまがいの僕にさえ優しくて、自分のなりたいものを探すのに一生懸命で、会って間もないけどわかるよ。トワさんはそういう人なんだろうって。君の体は間違いなく君のもので、だから、君が本物なんだと思う。僕は君の偽物を好きになったんだね。子供の頃は雪が好きだったのに、いつの間にか冬が来るのが億劫になっていた。出版の仕事は憧れで、自分のやりたいことだった。嫌な部分が見えるようになってからは、仕事は嫌でしかなくなってしまった。変わらないものなんてないと思っていた。でも刹那への思いだけは変わらなかった。僕は多分これからも今、これからも先もずっと、彼女のことが好きなんだと思う。何ですかそれ。トワは僕の胸に顔を埋めたままくすりと笑った。自分の彼女のことを偽物呼ばわりするし、自分から私のことをナンパしてきたくせに振るし、最低ですね。ほんと最低だ。私あなたのことが嫌いになりました。だから、あなたとはもう二度と会いません。さよなら。彼女は僕のそばを離れると、くるりと背を向け歩き出す。僕は彼女の姿が見えなくなるまで、その場で立ちすくんでいた。これ以上一緒にいることはお互いにとって良くないから。自分から別れを切り出してくれたんだよな。そういう不器用な優しさが彼女らしくて。やっぱり彼女は、とわという一人の女の子なんだと。そんな当たり前なことに改めて気づかされた。絶対これトゥルーだって。絶対そうだよ。主人公は偽物に恋したんだって。だから、とわさんじゃないんだって。それを自覚して、結局嘘をつき続けることになるんだもんな。いや、思ったんだよな、これトゥルーだって。バット引いた時に思ったんよ。これトゥルーだってさ。いや、トワさんと過ごしてもいいと思うよ、俺は。いいと思うけどさ。それでもやっぱ、刹那さんが好きだったっていう自分を捨てたくなかったんだろうな、主人公は。きっかけなんてものは特になかった。おお、なんかエピローグが続きますね。バイト先から帰宅する途中、ショーウィンドウに映る自分の姿をぼんやりと眺めながら、あー、バイト帰りだから昔の話ってことか。今日が自分でいられる最後の日であることを。お？どういうこと？ちょっと待って、バックログ見れる？ショーウィンドウに映る自分の姿をぼんやり眺めながら、ことを本能的に悟ってしまった。ショックではなかった。いつかこの日が訪れることは分かっていたから。どういうこと？あ、これから社会人になるってことだからなのか。最後だった。待って、もう一回見ていい？もう一回見ていい？ごめん。バイト先から帰宅する帰りと途中だから、別にこれがラストのバイトとは言ってないね。それでも残りの時間を考えると、焦る気持ちを抑えることはできなかった。ああ、これ刹那さんか。バイト先から帰る途中、ショーウィンドウの映る自分の姿をぼんやりと眺めながら、今日が、あ、戻っちゃうと思ったんだ。悟ったんだ、刹那さんがトワちゃんに戻るって。本能的に悟ってしまった。ショックではなかった。いつかこの日が訪れることは分かってたから。でも残りの時間を考えると、焦る気持ちを抑えることはできなかった。最後に彼に会いたいと思った。電話したところに行くんだ多分。こんなことならスマホを持っていればよかった。最後に電話したって言ってたもんね。
小さな後悔を胸にひたすら走る。うわ、電話してたこと忘れてたもん僕。アパート近くの公園にたどり着く頃には息切れもひどく、冬だというのに額からは汗が溢れてくる。見てくれも気にせず電話ボックスへと入ると、震える手で彼のスマホの番号を押す。もしもし。焦りと不信感の混じったような彼の声。せつな？彼の声を聞いて安心してしまったのか、それ以上言葉が続かない。珍しいね、電話かけてくるなんて。どうしたの？というかごめん、今忙しくてさ。出張で地方へ出ている彼は、仕事が忙しいせいか少しだけ声を荒げて喋る。タイミングが悪かったっつってたもんね。それでも声が聞けただけで嬉しかった。最後くらい。わがままを言っても許されるのだろうか。今から会えないかな。え？今から？彼の驚いた声が聞こえる。急に言われてもな。ほら、今仕事で出張に出てるだろ。すぐに帰るにしても 2,3 時間かかりそうだし、明日じゃ会うかな。明日。うわー、もうダメだってこんな。あ、やべ、スキップしちゃった。あ、バイトだったっけ？進んじゃったよ。うん、明日で大丈夫。大丈夫じゃなかったんだよな、多分。彼にとってはなんてことない一日で。それが少しだけ寂しかった。急にごめんね。仕事頑張って。最後に彼に迷惑をかけたくないと思った。それじゃあね、バイバイ。彼の返答を聞くよりも先に通話を切る。家に帰ったら荷物を整理してこの街を出て行こう。彼との思い出もすべて処分してしまおう。明日の自分が彼の存在に気づかないように。明日の自分に彼が恋をしないように。我ながらひどいやつだな。彼に本当のことを言わなくてよかった。言葉にしたらもっと泣いてしまっていたから。好きだよ。もう二度と会うことのできない。大好きな人との日々を思い返しながら、いつまでも受話器を握りしめていた。言葉が出ねえよ。誰も悪くないもんな。せつなちゃんだって悪くないし、とわちゃんだって悪くないし、桜井さんだって悪くないもんな。偽物に恋してたんだなって。偽物なのかもしんないけど、多分そこにはあったんだなって思いますね、僕は。ここで終わりなんかな。ああ、戻った。そうなんですね。はい。というわけで、皆様、君の偽物に恋をする、いかがだったでしょうか。きっとね、偽物だったんだと思いますけど、その一年間偽物だったんだと思いますけど、その時の恋は本物だったんだなって思います。
何恥ずかしいこと言ってんだって思いますけど、もうこれ以上言えることはないです。僕からはゲーム実況者失格かもしれないですけど、最高のゲームでした。残り多分バトルートまだあると思うんですけど、見ません。多分最初の方を失敗してバットに行くみたいなルートだと思います。はい、残り2つあるんですけど、もし見たい方は皆様自分の手でプレイしてみてください。最高のゲームでした。ありがとうございました。実況させていただきまして、というわけで、はい、ここら辺で実況を区切りたいと思います。またどこかのゲーム実況動画でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。